私も今日広島に来てまして、午前中はですね、中日ロシア大使のガルージンさんと一緒にですね、広島の原爆碑ですね、の方に献花に、お供いたしました。午後はですね、こういう形の核軍縮、軍縮に関わるですね、円卓会議出させていただいて、結構多くの方いらしてます。で、まあ、私もなんか発言したらって言われてるんで発言するかもしれません。今日はですね、私は本当思うんですけど、ロシアはですね、今回あの平和記念式典からまあなんていうか排除されちゃったんですね。だから普通だったらこれ非常に非礼な話でね、外交関係上の問題になるような話なんですが、あえてですね、ガルニさんはですね、この広島に直接出向いて、献花をですね、犠牲者に対する献花もして、こういうですね、核軍縮について話し合う場を作っていただいたという点は非常にですね、私としてはね、素晴らしいことだなと。まあ、いろいろね、ウクライナの紛争について、いろんな意見があるのは分かってるんだけども、かつてですね、この核軍縮問題が、まあ、ソビエトとアメリカの冷戦があった時代はですね、アメリカは明確に侵略戦争であるベトナム戦争をやってる最中でもね、ソビエトはですね、アメリカ相手の核軍縮交渉をやってですね、核戦争をやっぱり防いできたと。まあ、これはアメリカの側もね、理性と良心が働いて、お互い核兵器に手をかけることがなかったというような歴史があるわけですね。ですから今私は本当心配するのはね、今日マスコミもですね、取材に来てるけれども、もうあまりにも一方的なね、報道が多くて、ロシアは今にでもですね、核兵器を使おうとしてるんじゃないかと、言わんばかりのね、報道をしてるわけですけども、今日、このですね、円卓会議をお聞きになった方はわかると思うけど、ガルンジーさんはですね、明確にですね、このウクライナの紛争においてもですね、核兵器をロシアが使うということはありえない、ということを明言されてるんですね。またそういう、それから8月1日に開かれたですね、NPT の会議ですね、核保有国の共同声明として核戦争にはもう勝利者がないんだという点も明確にされてるんですね、まあ、そういう点をですねしっかりですね、まあ、それは言うだけじゃないかといろんなこと言う人いるんだけども、言うことが まず出発点ですからね、そういうことをちゃんと知っていただきたいという思いで今日は長々としてますけども、こういうライブ配信をさせていただいております。また他の方からもですね、今日はこれから、まあ短い時間ですけれども、発言もあると思います。こういうのも聞いていただいて、また皆さんね、ガルージン大使の発言の最中、いろいろ私チャット読ませていただいたけども、相当皆さん真剣に受け止めていただいて、まあ、非常に大事だなとお感じになった方があったと、とても私は良いと思いますし、一水会の木村代表のね、お話もね、かなり真剣に聞かれていたと思います。まあ、そういうことでね、ぜひね、これから数日間ですね、日本は毎年ですけれども、核兵器、まあ、呪縛っていうふうにね、核を、まあ、核爆発を受けるっていうような言い方をされてましたけれどもね、地球上にそういう国ないわけですよね、他にね。まあ、そういうことを考える機会としてですね、今回はですね、いろいろ見ていただければと思います。はい、ジャーナリストの篠原です。今日はですね、私はジャーナリストと言ってもですね、あんまり新聞とかテレビとか出ない人間でして、たまに月刊誌は書いておりますが、自分でですね、YouTube 配信をして、ニュース解説をやったり、報道をしたりしている人間であります。今日もですね、今日はテレビ局来てますけれども、まあ、申し訳ない、私のテレビの仕事したことあるけども、これ、撮ったうちの本当に何十分の1に編集してですね、出すもんですからね、ほとんどこの会議の中身は伝わらないんじゃないかと思っております。ですから私、今、これ、生中継、YouTube でやってまして、まあ、少ないんですが、800人前後の方がですね、この YouTube の映像を通じて今、リアルにこの会議を見ています。まあ、そうしたことをやってる人間ですが、まずですね、今日はあまり長く話せないんでしょうから、あれなんですけどね、本当にまず、ロシア大使館、ガルージン大使、それから、一水会の木村代表にはお礼を申し上げたいと思います。特に、ガルージン大使におかれましてはですね、本当に残念なんですが、平和記念式典から、
地元主催者がですね、ロシアを排除するという。私自身はですね、かつて学生時代から原水爆禁止世界大会というものに参加してきまして、まあ、運営側にもいたことがあるんですけども、この大会はですね、単なる一勢力が集まるとかそういうことではなくて、仮に交戦国のような立場であってもね、あらゆる人が核廃絶とか核兵器の参加をね、防ぎたいという方たちを増やすためにいろんな人に呼びかけてやってきたものであるし、また平和式典についても同じような趣旨だったわけなんです。かつてですね、冷戦時代にソビエトとアメリカがですね、核軍縮交渉をやってですね、核戦争、これ私歴史的に見ても評価していいと思うんですが、核戦争を防いできたんですね。しかし、その核軍縮交渉をやってる最中にアメリカはですね、明確なですね、侵略戦争であるベトナム戦争を戦ったわけですし、日本もですね、米軍基地を提供して、ここからベトナムに出撃してたわけなんですね。そういう意味では、参戦国に近い立場であったにもかかわらずですね、こうした場を大事にしてきた。これはとっても大事な歴史的な教訓だと思うんです。しかるにですね、今回の措置っていうのはね、本当に残念、至極でありますが、それを乗り越えてですね、こうして広島に出向いていただいて、原爆碑に献花もしていただいてですね、会議を開いていただいたというのは本当に、日本国民としてはお礼を申し上げたいと思います。その上でですね、私もですね、本当に今日はガルジン大使のお話を聞いてですね、これが本当に報道されてほしいと思ったことはですね、とかくですね、日本の報道関係者いますけれども、ロシアがああいったこういったってことで核戦争を今にもですね、起こしそうなね話をしてるけども、今日は明確に言われたようにですね、ドンバスをめぐるですね、ウクライナ紛争でも核兵器を使うということは一切ないということは明言したわけなんですね。で、全権大使でありますから、これはプーチン大統領の言葉と同じです。こうしたことはぜひですね、日本国民の中に知られていただきたいと思いますし、またこのウクライナの紛争についてですね、いろんなことを思われる方があると思います。私は本当に残念なのはね、私自身は2014年から16年にかけて、日本の政府の公安調査庁系の雑誌の、インテリジェンスレポートという雑誌があります。ここで頼まれまして、当時、ロシアやウクライナに対して知見がある人はあまりいなかったから、私がですね、限られた情報で調査もして、このウクライナの紛争について、連載をしたことがあります。で、調べた上での結論はですね、私は政府の立場でやったんです。政府の立場でやってもですね、これは明らかに2014年のクーデター政権ですね、クーデター政権が民族浄化主義と反ロシア主義に立ってですね、ロシア語話者の住民を弾圧するということが紛争の原因であり、それを防ぐために国際社会は努力してミンスク合意というものを作ったんですが、一向にその後の政権がですね、このミンスク合意、自分たちも一度は合意したのに、全然守らない。停戦合意守らない。私は去年ですね、9月に、ロシアに、モスクワに行きまして、統一ロシア与党の幹事長のプリーギン下院議員にお会いしたんですが、その時もお聞きしたらですね、9月の時点で毎日ですね、ドネツクにはですね、砲撃が行われて子供たちや市民が死んでいるという状況が続いている。日本人は何か今年の2月24日からいろんなことが始まったように思ってるけど、違うんですね。8年間にわたりですね、自国民を攻撃する形で紛争が続いていて、それがですね、ロシアとも縁のあるですね、ロシア語話者、非常に多数いるわけですが、こういう人たちに対する弾圧が行われていて、人権上ですね、非常に、ですね、懸念される事態が続いてきたということは忘れちゃならない。日本政府もそういう立場で本来はね、関わっていくべきだったんです。しかしね、私が知る限りでは、例えば、ポロシェンコ大統領が日本に来た時にですね、日本に経済支援を要請した。私は、安倍総理とも多少は連絡がありましたから、安倍総理はその時ですね、一応ですね、耳打ちという形ではあるんですけども、ミンスク合意をちゃんと守ってくれないと、日本から援助したお金が、砲弾になって、ドネツクに降り注ぐには困るんだって話してるんですね。で、最近もですね、残念ながら、7月8日亡くなる前ですね、海外のメディアのインタビューで、ミンスク合意を今の、例えばゼレンスキー政権が守ってたらば、2月24日の開戦というのはなかったんじゃないかという発言もされてるんです、安倍さんはね。そういうふうに、今いろんなことが言われてですね、こういうこと言うと私は親ロ派だって言われます。親ロ派で多い結構です。結構なんだけども、事実というものはね、プロパガンダやね、イデオロギーで曲げられるもんじゃないんです。明らかにですね、この戦争はおかしな戦争
ですね、もうすでに8年間戦われた戦争で、私はまずね、この問題でね、日本はね、考えなきゃいけないのは、この紛争当事国であるウクライナに対してですね、この2月から3月にかけて異常な決定がされて、自衛隊の防衛装備が移転されたということについて、マスコミもほとんど問題にしないし、国会でも議論されないという異常が本当に私は許せない、という思いでですね、今日はまあちょっと脇道にそれますが、今この間の参議院選挙で初めて国政政党になった参政党の党員が2人来ています。山口の支部の2人がいらしてるんですね。で、私はこの党を決闘するときの決闘メンバーなんですよ、呼びかけのね、今党員が10万人ぐらいいますけれども、初めて議席を持ちました。で、昨日ですね、初党員して、明日で、国会ですね、一応閉めますが、やっぱりですね、たった一人でも得た議席で、なんとか平和を守りたいという思いでですね、今5つのですね、質問趣旨を準備して、今日提出することになっております。そのうちの1本はウクライナ紛争に関わることで、この間ですね、防衛省を呼んでですね、数日間ですけど、まだ赴任してね、数日間の間に神谷議員はですね、神谷総平というのが参議院になったんですが、防衛省から聞き出して、実はこの防衛装備の移転ですね、我々はね、私も国会で働いたことあるから、我々は紛争当事国に日本の自衛隊の装備がそのまま与えられるってことはないんだという基準があって、その基準が守られればありえないと思った。ところが3月8日に防衛省は今度説明したんですよ。3月8日の当日に供与国にウクライナを入れるって勝手に一文を入れて、国会にも諮らないでやったということが分かったんですね。で、この問題の答弁について、当然ですね、これは質問趣旨書を出した。こんな野放図なことをやったらですね、国民の知らない間に自分たちの利害関係関係なしにですね、事実上これ参戦行為なんです。今ロシアが良識があって理性があるから、こうした輸送を行う、自衛隊機と米軍機で輸送を行いました。私はですね、これ非殺傷兵器だからいいんだっていうことを盛んに言う人がいるんだけど、とんでもないです。歩兵というものを考えても、銃だけ持って歩兵じゃないんです。鉄兜をかぶって防弾チョッキを着て、あるいは必要な時は NBC 化学防護服を着て初めて戦力になるんですが、小銃以外のものは全部与えています。これはですね、本当に軍事援助以外の何者でもないし、参戦行為なんですね。こうしたことが行われていることがマスコミに全く取り上げられない。こういう問題は本当に困った問題だと私は思っています。まあ話はそれますけど、いずれにしてもですね、私はここに来るたびに、私は20代の時に来た時に感じたこと、ここにはですね、14万人、原爆が起こされたですね、1945年中に亡くなっています。長崎は7万人、合計21万人の核攻撃による犠牲者、これがあった土地であります。この犠牲者はですね、やはり何を呼びかけているかというと、やはりですね、いろんな形、我々とかくですね、私もいろんな考えあります。核シェアリングについて議論していいとか、いろいろ考えてもいますが、しかしその前に冷静になれよと、日本の国民も冷静になってほしいし、この地に訪れる外国の方もですね、冷静になってほしい、その上でですね、何をなすべきなのかということを考えてほしいということを訴えていると思います。その面でですね、私はですね、この今ウクライナ紛争、幸いですね、日本政府も一部分かってきたみたいで、平和的な方向に向かうような援助を始めるべきだという考えも芽生えつつあるようです。この度のですね、ウクライナオデッサ港からのですね、穀物輸出再開についても具体的な支援、2億ドルを支出してやることが判明しました。そういうことに踏み出してですね、一日も早くですね、停戦が実現するように努力してほしいものだと私は思っております。またですね、この紛争解決を通じてですね、世界が核戦争に向かわない方向に日本が先頭に立って努力することを期待したいと思っております。その上でですね、8月1日に NPT 会議が開かれてですね、今日配布された資料にですね、プーチン大統領のメッセージがありますけれども、この核兵器不拡散体制の強化と世界平和安全保障安全に多大な貢献する構えであることをという方向でですね、これまさにですね、先般岸田文雄首相、ご当地から生まれ出ている岸田文雄首相が言われたことと同じなんですね。全くプーチン大統領の立場と岸田さんがですね、表で言ってる、我が国の国民に向けて言ってることは一致してるんです。ですからこういう問題で、やはり協力をもう一度やり直す。これがですね、今、日本に求められていることではないんだろうかと思います。私はぜひですね、
こうしたですね、ロシアの皆さんのですね、日本のこのなんていうか不甲斐ない態度に諦めずにですね、こうやって取り組んでいただいていることにですね、日本政府は応えて、また参政党もですね、頑張ってですね、そういうことを問いただしていく、そういうことの取り組みを強めてもらうように私も努めてまいりたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いします。質問したほうがいいの？いや、いろいろあんだけどね。いいですか？いや、ウクライナの話はまたそのうち聞かせていただきますから。はい。